さあ続いてやってきたのは僕が大好きなドイツの施設クラシックリマイズでございます。今回は珍しい車だけお届けしたいと思います。まあ、過去動画で何回か紹介してますけど、ここは外側が貸し出しの駐車場、うちの内側にもあるんですけど、そして中は販売の車両、そして他にも、まあ、車の複合施設なんで服屋さんだったりとか、まあ、あとディーラーだったり、まあ、修理するところだったり磨き屋さんだったり保険屋さんだったりいろいろ入ってる施設でございます。でこれは放射場を、まあ、ベースに改装された施設でございます。これがなんと入場無料ということで、こんな感じで誰かの車が見せびらかされてます。見せびらかしてるのか正しまってるのか分かんないですけど、あ、ファイナルエディション、あ、これファイナルエディションなんだ。相変わらず入ってる車がやばい。そしてこれが全部何度も見ますけど無料で見ることができるという女施設でございます。もう肘川さん の興奮が止まりません。はい、はい、ちなみに気になるこちらは救急さんのカレー S、はい、ワイドボディなんですか。そう、 S なんでワイドボディです。で専用カラーのベスビオメタリック、はい、わかりません、はいということで、こんなこの辺はポルシェゾーンですね。ポルシェゾーンっていうかポルシェがちょっといろいろ並べてあるところということで、こんな感じで2000万円ぐらいかな。こちらは BMW の Z8、 いくらするんでしょう。22万8900ユーロ。もう高いのか安いのか僕には分かりません。こんなのがあったり、なんか上がってる感じだね。上がってる感じするんですか。なんか数年前までは3000万以下で、日本国内でも2000万前後から2500ぐらいのイメージだったんです。まあ、この金額だったら多分ちょっと計算しないとあれですけど3000ちょっとぐらい、そう3200、300はいっちゃってますよね今ユーロ表記と。持ってくる手間とか考えるともうちょっといくのかなと。はい、ボンドカーですよね。ボンドカー、はい、こんなのがあったり、もうとにかくレパートリーがすごいです。向こうにはなんか AC コブラなんかもあったり。さあこんな感じでクラシックリマイズをお届けしました。今回はだいぶ簡単な感じだったんですけど、入ってる車は相変わらずもう僕の知識量を超えててわけがわからない。でもちょっと勉強したいなとか知りたいなって思う車がたくさん入っておりました。では次に行きたいと思います。皆さんおはようございます。今日はドイツ国際平和村に行っていきたいと思います。ご存じない方は前回訪問した動画がありますので、ぜひそれをご視聴ください。日本からの募金持ってきてますんで、それを渡したいと思います。さあというわけで今国際平和村に到着いたしました。約1年ぶりに訪問いたします。前回はほぼ手ぶらだったんですけど、今回は差し入れも持ってきてみました。シシクラさん元気してるでしょうか。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。どうぞどうぞ、はい、ありがとうございます。雨降ってるんで、本日は初めまして。シシクラさん、どうぞ。ありがとうございます。社長ちゃんと渡しましたよ僕は。いただきました、はい、これはいいですか、日本人スタッフと。あ、ぜひぜひ、はい、社長からの米持ってけよ5キロなんて言われてはい20何キロ中5キロが、はい、ちなみに皆さんからいただいた募金はシシクラさんに納めさせていただきました。本当に皆さんありがとうございます。前回は子供は遠くから眺めるだけで、そうそうそう、しかも、マスク、しかも相当厳重なマスクをして、はい、っていう感じだったんですけど、今回は全部制限が解除されて、そうですね、はい、子供たちと近くで触れ合えそうです。どう？ザキヤ、ザキヤ、ザキヤ、サヘル、サヘル、ザキ、ザヘル、ザヘル、サヘル、ザヘル、ザヘル、ダヘル。あ、危ない危ない。どうでしょう、大した子じゃないですけど、リクエストいただいた二三が用の毛糸を、しかも日本のだ。あ、じゃあやめときます。いい、イエー。動画に映ってるかわかんないけど、まあまあ降ってますよね。そして寒い、結構。
続いてやってきたのはケルンにあるモーターワールドでございます。この施設も先ほどのクラシックリマイズと似たような感じなんですけど、この施設そこら中にございます。で中にはいろんな珍しい車も入ってるみたいなんで入ってみたいと思います。ちなみにここも入場無料でございます。行ってきます。さあこんな感じで中に入るとやっぱりそのグッズを売ってるところがあったり、まあ、ディーラーが入ってたり、ケルンのモーターワールドは F1 なんかも結構展示してある、ちょっと変わった感じの。そしてこちらが契約駐車場みたいです。こんな感じで見せびら貸しながら保管できるという最高な施設です。でここは結構前回来た時もスーパーカーとか結構たくさん並んでる感じですね。そしてこっちに入ってる車ももう古いのから新しいのまでレパートリーがすごいです。GT3、992の GT3 があったりとか、これはなんだ GT3 RS か、はい。そしてフェラーリ、スーパーカーもこんな感じでズラズラズラ。ポルシェのタルガ、これ内装がペピタという、あ、かっこいい。こんなのが間近で無料で見られるという。え、このアバルトなんですか。めちゃくちゃ昔のやつですよ。なんかフィアットのリトモ、リトモです。もう多分土方さんの方が刺さりますね。じゃあこの辺のリトモですね。フィアットリトモっていう105っていう。155があった。ですね、分かりません。DTM のツーリングカーのベースになった。あ、そうなんですか。うわ、すげえ、これロールケージじゃないですか。うん、昔の GTAM みたいな感じですか。あ、そうそうそう。すごい。ちなみに売り物ですよね。あ、売り物です。値段ついてます。ただレースが GTA じゃないですよね。なるほどなるほどなるほど。こんなのがあったりとか、はい、これなんですか。メルセデスのザウザメルセデス、グループ C か、へー、耐久とかイムサシリーズも出てたかな。あ、そうなんですか、うん、こんなのがあったり。これ前なかったと思うんですよ多分。本当で、チームの塗り分けがミラーで違うっていう。オレンジだったり赤だったり。なるほど、そういうことですね。2回 F1 いっぱい入ってるんですけど、僕そんなに F1 詳しくないんで、うん、F1 好きの方は大阪店の篠原くんに話しかけてみてください。音を聞かせるだけで何年のどのチームか分かるらしいです。ちなみにどこのコーナーかも分かるって変態なんで。これ F1 のエンジンみたいです。排気量が 2997cc V10 90度バンク。知ってますよ。で、嘘です、書いてありました。ということで F1 のエンジンもこんな感じで展示してあったり。すげえなこれ、めちゃくちゃちっちゃい V10 なのに、もうなんか芸術っすね。そして下にはここのケルンのモーターワールドは本当に高級車が多くって、下はベントレーがこんな感じでずらーっと、ベンテーガーにコンチ GT、 あの緑のコンチ GT かっこいいっすね。そしてこっちにも、わあ、あの青いフラスパンもかっこいい。でこっちの真下にはソリッドかな、メンテーカーがあったり、小豆色のがあったり、そしてこっちにはフラスパンがザラザラザラーっと。そしてこっちのショールームの方にもポンチ GT フラスパン、その辺がザラザラザラーっと入ってる。で隣でご飯が食べれるという。これはですね、休みの日はもうここで過ごすの確定ですね。ドイツに住んでたらこんな感じでございます。新旧 GT3 RS があったりとか、うんうん、で子供も来てるんですよね。そうなんですよ、うんうんうん、そうなんです。いい国やドイツ。さあ続いてやってきたのはミュンヘンにある BMW ミュージアムでございます。ここは BMW の本社と併設されているミュージアムですね。今日残念ながらあの BMW のショールームの方はやってないんで、まあ、その辺お届けできないんですけれども、まあ、ミュージアムの雰囲気はちらっとお届けしたいと思います。そしてですね、 BMW といえば本社の形が変わっていることで有名なんですけれども、こんな感じ、なんとエンジンの形をしていると。4つの円筒形の建物がくっついて上にバルブ的な感じがデザインされていると。まあ、実際にはこんなエンジン存在しないんですけど、まあ、どうかしてますね、はい。というわけでこんな感じの建物の中をお届けしたいと思います。さあ今中に入りまして、一応チケットは10ユーロ1600円ぐらい。そして今後ろであのツアーもありますけども、申し込めばツアーもして説明してくれると。
さあこちらは3シリーズの歴史でございます。3シリーズになる前の1600っていう車、その後から、まあ、3人さんがこう展示されたりとか、まあ、E30 ぐらいからはもうおなじみです。でずっとずらずらずらと展示されております。最高ですね、はい、あの30のカブリオレが置いてあるじゃないですか。あれがでもドイツのミュンヘンもフランクフルトも現役でみんな乗ってるっていう。確かに現役なんですよ。そう、さすがにこう3シリーズになる前の1600は見ないですけど、はい、30ぐらいからは普通に走ってるというね。そして信じられますでしょうか、多分幼稚園生くらいじゃないかな、もうミュージアムに来てるという、こんな感じでずらずらずらーと歴代の3シリーズが展示されてました。こっちはエンブレムの歴史ですね、年代ごとに、あとはボディカラーなんかも、だから年をごとにボディカラーの種類がすごく増えてて、もう大昔は割とこうなんというかビビッドな色というか、ソリッドのオレンジとかグリーンとか水色とかちょっとカラフルな色があったんですけど、こう年代を重ねるにつれてだんだんこうメタリックとかパート、そして車種も増えてっていう。そして BMW ミュージアムはこんな感じで結構自由に動き回って、ポルシェミュージアムみたいに順番で並んでる感じではないので、新しい車とこう古い車がごちゃ混ぜで、そしてあの若干盗撮になっちゃったんですけど、本当にお姉ちゃんが普通にいる、お姉ちゃんって言い回しがおっさんですけど、すいません、ね、というわけで女性の方が、結構博物館とかまして車系なんていうと日本のイメージだとなんかこうおじさん、はいはい、一部マニアっていう雰囲気ですけど、本当にあのドイツだとちっちゃい子から、はい、あの女性の方まで本当に普通に、だそれだけ身近ってことですよね。そうだよね、だから一番 お子さんだけが来てる、さっきの、あの保育園なのか幼稚園なのか、はい、あと女性、若い女性が女性だけで来てるのか、ちょっとそういう日本にない文化というんですか、ね、さあそして続いてやってきたのはこの昔のレーシングカー、ちょっと分かりません、石川店長解説お願いします。これは 3.0CS のベースのスリングカーですかね。なんかあの、なこれ、この当時からあの懐かしくないですか、これここにピンつけるんですか。そうです、で信じられないぐらいのオーバーフェンダーというかブリスターフェンダーですね。そうですね、で後ろには30のレーシングカーが、はい、ホイールも BBS でめっちゃかっこいいな。もうこの辺が皆さんおなじみですよね。そうですね、この辺は僕も、うん、はい、見たことあります、うん。さあそして BMW ミュージアム、他にもいろんな展示があるんですけど、最後に紹介するのはこちら BMW 3.0CSL、 こちらです。じゃん、これすごいっすね。もう私には訳が分かりません。何ベースなのかも、もうもはやハンドルなんかもとんでもない形になった。テールランプ、これどこがテールランプでどこがデカールなのか分かんないですね。こんなとんでもない展示が、フェンダーとここれどうなってんのっていう、ですね、ボンネットの開け方すら多分分かりません。これこのまま開くのかな。というわけでこんな感じが BMW ミュージアムでございました。